セガネットワークスプレゼンツ、井口由香、花澤香菜のジェンクロラジオ。こんばんは、井口由香です。こんばんは、花澤香菜です。スマートフォンのゲームジェインクロニクル、絆の新大陸を盛り上げるラジオ番組、今週もスタートしました。はい、さて、絆の新大陸ですが、キャラクターなどの最新情報はチェンクロの公式サイトで見ることができます。はい、それを見ると分かるのだけれどね、キービジュアルの主人公が第一部の時よりもより男前になっています。なんかさ、数々の試練をさくぐり抜けてきた男が感じするよね。なんかシュッとしたよね。シュッとしたし、なんか立派に主人公前してきました。そうだね、ちょっと年齢感上がった感じするよ ね, ね。そしてなんだか主人公の右隣に可愛いキャラクターがいるの。なんかピンク色の丸っこいやつ、ね、これ何なんだろう。これかなちゃんが声を当ててることではいやない、じゃないかな。私の声を当てているものではないはず、と今のところ思うよ。思う。そうね、いろいろあるからね。そうそうそう、演じた時に絵がなかったのもあるから、もしかしたらその可能性はなきにしもなんだけど、今のところトガキとかでこのキャラ私っぽいなーっていうのはなかった気がするんですけど、すごい可愛いよね。で、なんかちょっとね、これは何かの伏線になるのではないかと、深読みをただしてるだけなんですが、その可愛いキャラクターの帽子に V、数字の5書いてあったりとか、その可愛いキャラの上のたくましい男の人が、胸元になんかこう3って、本当だ、数字が書いてあったりして、数字がこれは一体何かを意味しているのだろうか。ね、この数字を使って何かしたりするのかな。なのかな。ね、それこそミッションとかいろいろね、新しいことがね、絆の新大陸ではあるんだもんね。そうだね。気になります。そして本当にどのキャラクターも可愛かったりかっこよかったり、ね、より魅力的なキャラがいますので、ぜひぜひお楽しみに。はい。ということで、今日も絆を紡ぐ冒険の始まりだよ。この番組はセガネットワークス、チェインクロニクルの提供でお送りします。チェンクロやった？絆が物語を強くする正統派本格 RPG。 200以上の個性あふれるキャラクターたちが紡ぐ出会いあり涙ありバトルありの本格ストーリー。スマホあるなら一度はチェンクロ、チェンクロで検索。セガネットワークス、だから楽しい。セガネットワークスプレゼンツ、井口由香、花澤香菜のチェンクロラジオ。改めましてこんばんは、井口由香です。花澤香菜です。さあ、ここで先週言っておりましたが、チェンクロと我々このラジオのコラボキャラクターの重大発表ですね。はい、イラストを描いていただいた先生方、やったー、ついに発表したいと思います。はい、まずはじゃあ、幼き老婆ゆかちと莫大な脅威カナーンを書いてくださったのは、小林仁先生です。すごいね、スクランですよ。そうだね、ね、夏の嵐とかもやってたね。ね、そうだね、うわ、もう早く絵もお見せしたいんですけども、本当に小林先生の描くカナーンの大人っぽさ、色っぽさ、そしてゆかちのなんかちょっと可愛いロリババっぷり、こうご期待です。はい、そして、闇で震える尻尾サスケとですね、チクチクボーイクリストファーを描いてくださったのは、岡崎純平先生です。わー、岡崎先生は、チェインクロニクルクリムゾンでおなじみなので、チェンクロ好きな方はそうですね、そこで知ってるっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。はい、かわいいですよ。かわいい。そして、癒しのパン職人陽子さんと、粉の魔術師ポレンかっこかり、を描いてくださっているのが押切蓮介先生です。ガール他、いろいろ描いていらっしゃる先生です。そうだね、いや、押切先生も絵が特徴的だもんね。そうそうそう、すごい可愛い、いい。特に私的には粉の様子、魔術師の表情がたまらなく好きなのでね、ぜひぜひ皆さん、この豪華な3人の先生に描いてもらっているということで、
このさ先生が何人もいるっていうこともみんな知らなかったことだもん ね、リスナーのみんなは言ってなかったもん ね、ぜひぜひ各先生方がどんな絵を描いていらっしゃるのかも楽しみに続報を待っていてくださいね。はい、ではリスナーさんから届いたメッセージ紹介していきましょう。はい、この番組はチェンクロらしくお便りを一度ノーマルガチャに入れて紹介していきます、題してアルカナメール。皆さんから届いたお便り、そのキーワードだけが見られる状態で目の前にあります、気になったワードを引いていきたいと思います。はい、今回もまたいっぱいあるんだけど ね、また久しぶりになんかね同じタイトルのやつが来てるの。私これ、ね、そうこれ気になるから、これ開けましょう。いい、じゃあ私これ、サスケ出た、来ましたよ、こちら埼玉県にお住まいのラジオネームゆうちんさんからいただきました。ゆうちんありがとう。ゆかちかなちゃんこんばんは。こんばんは。フレンドに今日サスケさんがいました。ランク28のサスケでした。あら、これはゆかちですか。僕はゆうちん、ひらがなでゆうちんって名前でランク43です。ゆかちだったら嬉しいです。嬉しい、こうやってまたサスケさんですか情報が届いています。届いてるね。お答えしますね、違いまーす。違うと思う。いないし、今ランクは私ね今ね、収録段階だからね、そうそうね、オンエアの時にはもっと上がってるから ね、そうだよね。31、惜しいね。でもね、違ったか、残念。じゃあちょっと次のこれも見てみようよ。そう、これていい、サスケ。引き続きこちらは、茨城県にお住まいのラジオネームオデットさんからいただきました。ありがとうございます。ゆかちかなちゃんこんばんは。こんばんは。 このラジオを聞いてチェンクロを始めたのですが、ありがとう。やっとサスケという助っ人を発見。フレンド申請をして承認までしてくれました。そのサスケはランク32で、読むのやめよっか。このね、ランク32のサスケさんは、弓使いを使ってる方なんですよ。私弓使い育てたことないの、逆にかなちゃんと違って。そうか、じゃあ弓がいたらもうゆかちゃんじゃないってこと、ね、ないですね、私もうね戦士か魔法使いしか持ってない。あら、じゃあ僧侶もいるけど、でもそれ結構わかりやすいかもね。そうだね、お便り送る前に、そこで一つ判断していただけると。ということで今週は出会える方がいませんでした。なんだろう、結構私結構フレンド申請来るけどみんな違うんだな。ちくしょー、残念。じゃあ、 私のことは置いといて、他の皆さんのねお便りも読めたら、じゃあいいですか、これお落ち着く場所。はい、ラジオネームお肉さんからいただきました。ありがとうございます。お肉さん、井口さん、花澤さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。僕はチェンクロをプレイするときや本を読むときは、自分の部屋より落ち着くという理由で、トイレに行くことが多いのですが、やはりトイレなので長時間こもると周りに迷惑がかかってしまいます。そうだね、そこでお二人に聞きたいんですが、お二人の思う落ち着く場所の条件って何かありますか。それをヒントに新たな落ち着く場所を作ってそこでチェンクロをプレイしたいと思います。へー、なんでトイレが落ち着く場所なんだろう。便座があったかいから。何いやでも最近の OL さん、こうトイレでご飯食べたりもするっていうからね。やだ、便所飯。っていうよう。でもまあ時間なかったりとかね。確かに最近のさ、いろんな新しくできる商業施設のトイレってすっごい綺麗だけどさ、すっごい綺麗ね、だけどまあね、ご飯食べる場所ではないからね。かなちゃん落ち着く場所ってある？落ち着く場所、そうだな、やっぱこうコーヒーショップ、わーチェーン店、よく行くね。いいね、ブラックコーヒー飲める派？ブラックコーヒーはあんま飲まないかもな。何飲むの？何飲むの？ソイラテとかソイラテとかだ。そうだね、当たったー、当たったー。なんか何かとソイソイしてるもの。へー、ゆかちゃんは？私の落ち着くとこどこだろう。リビングのソファ。おお、そこ大好き。常にいる。いいね。リビングでよく寝てる。
ソファーで。お昼寝？うん、夜寝。ちょっと待ってよ。ガチ寝。なるほどね。そっか、じゃあちょっと参考に、うん、参考にしてみてください。そうだね。ということで、はい、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。引き続き皆さんからのメッセージお待ちしています。セガネットワークスプレゼンツ、井口由香、花澤香菜のジェンクロラジオ。続いてのコーナーはこちら、ジェンクロミッション。絆の新大陸から導入される新システムミッションにちなんでできたこのコーナー、うん、はい、新システムのミッションとは、指定の魔物撃破ミッションやキャラクターの育成、特定職業をパーティーに入れての戦闘など、攻略を楽しめる様々なミッションが用意されています。はい、それにちなんで私たちもいろいろなミッションに挑んでクリアを目指していきます。はい、前回は英語を使わずにチェンクロ紹介ということをやりましたが、惜しい、あと惜しかったスタッフさんっていうのは横文字だったな。今回は頑張ってクリアしたいと思いますが、はい、今回のミッションこちらです。ミッション、占い師でもないのに相手の手相を見てなんか占え。これもうチェンクロ関係ないじゃん。もう2回目にしてもうね、おかしいな、おかしな方向になりました、うん、そもそも我々占いなんてできないし、手相もわからない。手相見てもらったこともないよ。あ、本当に、うん、なんかこう朝さ、うん、こうランキングされてんの見るとさ、うん、あ、テレビでやってるね。そうそうそう、占い。あなたにランキングされたくないって思っちゃう。おえ、あれで一喜一憂しないの？しないよ。一喜一憂したのにもうすぐ忘れるみたいな、行ってきますと同時に忘れるみたいなことしないの？しないね。で、今日の占いこんなでしたっていうさ、夜に見るやつで、あ、そういえば今日いい日だったよなとか、1位になった時に思い返したりとかしないの？占いで始まって占いで終わらないの？すげえ熱いよ、どうしよう。では早速、はい、占い師でもないのに相手の手相を見てなんか占うミッションスタート。じゃあまず私がはいやりまする、どうしよう、おばあちゃん出てきた。手相を舐めしてもらうかよ。おばあちゃん、あの右手と左手、右手と左手どっちなんだろう。普通交互に右、交互に見て。肘じゃんこれも。手が初手。じゃあじゃあ、うん、どっちだっけ、なんかさ、こうやってさ手組んだ時にさ、うん、親指が下になる方か上になる方どっちかが利き手みたいなこと聞いたけど、今忘れたから、じゃあ好きな方出して。はい、あ、じゃあ利き手右だから右にするね。あ、これは何、怖い怖い、出てます。何が出てる。あなたの体、うん、小麦粉でできてます。できてます。でも、うん、ちょっと生命線が短い。え、怖いよ、何それ。小麦粉が足りてない。あ、当たりです。パンを食べなさい。え、食べちゃうんですか。パンが足りてない。あ、そうね、パンは足りてない。当たるな。そうね、あなたは料理にハマってる線が出てるね。あ、そうね、最近作ったのはあれね、うんうん、ガパオ。ガパオ、ガパオ作ったね。思い返してみれば昨日作ってたよね。作ってたガパオ。卵は半熟目にしてガパオ。ガパオ作ってた。そうね。あとあなたは、うん、料理はすごく得意なんだけれども、うん、トイレ掃除が苦手ね。トイレ、そうね、そうね、トイレ掃除ってあんまりね、もうこまめにできないよね。リビングにある黄色い小物を南に置きなさい。適当に言ってる。今の位置だと、うん、今の位置でもいいんだけども、うんうんうん、南に置くともっと仕事運が上がるから。あ、ほんと。でもね、あのね、南にシトリン的な黄色い石を置くと金運上がるって話だよ、うん、へー、黄色い石なんてあるんだね。南か東。どっちだろう、なんかどっちかで致命的になんか変わる気がするんだけど、効果が。やってみて。ということで占いました。はい、ミッションクリア。クリアしたよ。やったね、すごい、ありがとうゆかちゃん。いいんだよ、いいんだよ。置いてみてね。カパを作るわ。はい、やりますよ。見て見て、
じゃあ行かせていただきます。おばあちゃん出てくる絶対おばあちゃん出てくる習いなんだ。お願いします先生。どっちがいいかね。うーん、じゃあ左で。あ、じゃあ左で見ますよ、うん、どうでしょう。私おっ、電撃の走るような反応、うっすらと、うっすらとゆで卵が見える。ほんまですか。ほんまですか。最近自粛しとったんですけどね、やらなすぎてちょっともう感覚もつかめへんのですけどね。カメさん聞いた。先生他には、他にはですね、もっとあるはずです。他には、はい、あら綺麗な海、海、外国人、外国、あれグアム、はあ、グアムが見えます。あ、やだ、アルバムハファデイ好評発売中。ハファデイとな。宣伝とかじゃなくて、もっと内面的なものを見てください。私自分を変えたいんです。内面的なもの、はい、ちょっとあれですね、はい、お金とかいかがないですね。先生やっぱりそうですか。最近貯金もできるように頑張ってるんですけど、このまま、はい、その調子で続けていけば、この使っていけば、ちょっと使っていかずに貯金を続けていけば、続けていけば、続けていけば。あれ、あの定期預金とかありますからね。はー、あの銀行に行って、はいはい、あの手続きすればいいんで。何年で組めばいいですかね。まあ、10年、20年、いろいろありますよね。そう、あのね、10年までしかできなかったような気がするね。あ、そうなんですか、うん、ちなみに先生はどのような感じでグフグフ資金運用運用とかやめて。してないから。おばあちゃんじゃなくなった。もういいんじゃないかな。まだですよ、まだ軽くなるまで。先生、あとあもうちょっとで、ね、かなちゃんの資金運用やめてよ。もう なんで私が疲れてんだよ。あー面白い。お互いクリアしたね。よかったです。いろいろ見てもらっちゃった。でもこれを機にかなちゃんちょっと本当に占い師さんに見てもらうみたいなの、うん、あ、そうだね。全くいいこと言ってもらえたら嬉しくない？そうだね。全然ピンときてない。そっか、まあ ね、自分の道は自分で進めて決めていくものだもんね。そうだね。あんまりじゃらじゃらいろんなものつけたりとかっていうのもね。いやそれもね、あの趣味としてすごく充実してていいと思うんですけどね。うんうんうん、まあまあまあ、うん、はい、プラスなことを言ってもらえると気分も上がるので、うん、そうだね。みんなも友達同士で、うん、友達同士で、これこういうのしかできないよ。友達同士で占いごっこやってみてはどうですか。このチェンクロミッションでは私たちに挑んでほしいミッション送ってきてください。お待ちしています。セガネットワークスプレゼンツ、井口優香、花澤香菜のチェンクロラジオ。続いてはこちらのコーナー、人生は緊急クエストだ。皆さんから割と急を要する相談、とっても困っていることを募集、はい、それを私たちが一緒に戦って解決策を考えていき、絆がテーマのチェンクロらしくリスナーの絆を強めていきたいと思います。はい、ちなみに無事解決できた場合には、チェンクロの中で流れているこんな音が聞こえてきます。完全にやっつけてる感満載の音が出ますよ。ね、はい、これが流れるまで我々は答えを言い続けなくてはいけません。永遠にね。では早速メッセージをご紹介します。はい、します。チェンクロネーム、ひょっとこ仮面さんからいただきました。ありがとうございます。ゆかち、かなちゃん、こんばんは。こんばんは。早速相談ですが、最近学校でのあだ名が、おっさん、おたくんと呼ばれていて、正直参っています。おー、おたくんはわかるのですが、おっさんはなぜかわからないので、改善のしようがありません。どうしたら普通に呼んでもらえるようになると思いますか？ あだ名って確かになんかこうその時呼ばれる、そうなのよ、あれって確かにね、納得いくものもあればそうだ、ね、何よっていうのもあったりするけど、結構思いつきで呼ぶことが多いんだよね、つける子って。そう、あんまりこう考えてないからね、
なんかそういう気がした、うん、みたいな、もう、ね、それでつけられたりするもんね。なんか使ってたハンカチが意外と渋かったみたいな、そういう理由かもしれない。ある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 ね、おっさん、うん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 、うん、おっさんもでも馴染んでいったら、うん、全然、ね、なんかあだ名としても受け入れてしまえば、うんうんうん、他にどんな風に呼ばれたいのかね、ひょっとこ仮面さんは。そうだね、男の子なんだよね、きっとオタクおっさんってことは。でも、あだ名ってね、こっち発信でやるもんじゃないもんね、うん、なんかじゃあさ、うん、おっさんとかオタクに勝つような、うん、なんかこう勝るアイテムを常に持ち歩いてみたらどうかな。なんかもうずっとお前ずっと早弁してんなみたいな。あいいね、うん、なんか早弁って呼ばれたりとかも、うんうん、早弁。あとはなんだろうな、なんかこう、うん、小物とかね。あ、なんかずっとサッカーボール持ってるとか。あーそうそうそうキャプテンって呼ばれるようになるかもしれない。そうだね、いいね、かっこいいよ。帰宅部なのにキャプテンになったってことなの、うん、解決です。やったやった、はい、すっきりしましたね。じゃあ次行きましょう、はい。ラジオネームほっこりしんじくんさんからいただきました、うん、ありがとうございま す。お二人さんこんばんは。こんばんは。僕もサスケとフレンドになりたいと思ってジェンクロを始めました。ありがとう。ですが、うん、他のフレンド申請は全て拒否しています。なんでなんでなんでもったいな。どうすればインターネット世界での人見知りが治りますか。それ人見知り、人見知りじゃない。でもさ、こっちから拒否してるんでしょ。そうそうそう、受け入れちゃえばいいじゃん。でね、ツンデレ。なんだろうね。で今のところツンしか見えない。ゆかちゃんに対してのデレしか見えてないけど、ね、しかも出会えてないっていうね。そうなの、大変。そっか。いや何度も言うけど、チェンクロはさ、フレンド大事だからさ。そうだね。いやいて無駄なことはないよ。作っといた方がいいと思うな。確かにまあネットとかでも人見知り、でも逆にネットの方がさ、うん、なんか人見知りしない人多い気がするけどね。ああそうだね。なんか文章でこう、うん、オープンになれるみたいなのってありそうな気がするけれど、うんうん、なんか顔が見えないと不安なのかな。なのかな、ね、でもなんだろう、いい感じにさ、個人情報も全然出ないじゃない。出ない出ない。本当に自分でつけたニックネームつけて、うんうん、ゲーム進めていくんだもんね。そうそう、だからあんまり気にしなくていい気もするけどね。うんうんうん、うん、ぜひ人見知りをまずじゃあチェンクロでもう来るやつ全部もう友達、うん、初任承認ってしていって、うんうん、プライベートでも来るもの拒まず、うん、みんな友達っていう気持ちでいたら、そうだね、明日は明るくなるよ、うん、解決。いつか私と出会えますように、そしてかなちゃんとも出会えますように。あ、そうだね。もう一回名前言っとこう。私サスケとかなちゃんが、うん、小麦粉の妖精、ぜひよろしくお願いいたします。はい、します。これでかなちゃんの方が出会う人多かったらもう本当にへこむんだけど。ちょっと待って平等に頼むよみんな。私めっちゃレベル低いからね。ということで、はい、引き続き皆さんからの気を要する相談ごとお待ちしています。チェンクララジオ、チェンクロインフォメーション。このコーナーでは宝箱に入っているチェインクロニクルの最新情報をお伝えしたいと思います。宝箱オープン。はい、お知らせがしっかりありますよ。7月13日放送分で、うん、私たちと緑川さんの3人である何かに登場しますよとお伝えしていたのですが、ここでお知らせします、うん、なんとチェンクロのテレビ CM に出演します。すごいこと。ファンミーティングで発表されたので、すで、はい、にご存知の方もいらっしゃると思いますが、はい、動画も公開されているのでチェックしてみてくださいね。なかなかさ、こちらも先週に引き続き衝撃の、そうだよ、うん、CM だよ。そう、これ私たちがキャラクターボイスとして CM に登場ではなく、うん、じゃないよ、実写でチェンクロのテレビ CM に、うんうん、だからあのね、こうスマホ持って、そう、わーって二人でなんかソファーに座って、わーってやつだね。カフェのソファー座ってね。そうそうそう。あとあのまさかのさ、うんうん、キャラクターになりきる。あれ聞いてなかったよね。あれ聞いてなかった。あれ聞いてなかった。あれもう本当にもうね、うん、楽しみです。あのキャラクターのセリフをね、そうそう、お互い演じてるアップで言うっていう。そう、なりきって。我々声優ですから声として演じることは、うん、まあお金少なかれもありますし、うん、得意というか頑張ってますけど、うん、
我々が表に出てキャラクターの声をやるっていうのもちぐはぐもいいとこですよしかも私なぜかジョーザムキャラでさあーそっかジョーザムキャラというかセリフがド S 感が強くてあそっか当たりの強い井口が見れると思うキャラちゃん可愛かったよ、うん、やだほんと雑版とか言ってんだよ私可愛かったよこの顔でもう、うん、ひどいよ爽やかなまあね他にも緑川さんとかもねそうそうだね、うんうん、そうそうなんかこうすごいあの CM の監督が、うん、もうなんかもっともっとってそうそうそ う, そう先にかなちゃん撮ってて、うん、なんかかなちゃんがいろんなパターンで雑版って言ってると思っても私ずっと控え室でビクビクしてたなんでこんなに OK が出ないんだもっと声が大きくなったはぁってなんかもう人生でこれでもないってぐらい笑顔でみたいなこと言われて、うん、やってたよねそれは映せれませんってニコーみたいなもう歯茎が出てしまいます本当にこの CM 頑張ったのでねねえ見てもらいたいね見ていただきたいと思います、はい、CM は8月から放送される予定ですはい、続いてリアル RPG を体験できるチェンクロ夏祭り in 豊島園が開催されます、開催日は8月9日、10日、16日、17日の土曜日曜前売り券は E プラス、チケットピア、ローチケで販売中です、うん詳しくはチェンクロ夏祭り in 豊島園の特設サイトでチェックしてくださいはい、はいその他の情報はチェーンクロニクルの公式ツイッターや公式メンバーズサイトをご確認ください以上チェンクロインフォメーションでしたチェンクロやった絆が物語を強くする正統派本格 RPG 200以上の個性あふれるキャラクターたちが紡ぐ出会いあり涙ありバトルありの本格ストーリースマホあるなら一度はチェンクロチェンクロで検索セガネットワークスだから楽しいセガネットワークスプレゼンツ井口優香花澤香菜のチェンクロラジオそろそろお別れの時間になってしまいましたはい早速レベルも上がりましたよ上がりましたね、うんうんうん、我々の今日あのコラボキャラクターのさ、うん、作家さんも発表できたし、うん、本当にこれからもまだまだチェンクロ ね楽しみなことがいっぱい待ってますので本当だねぜひぜひ応援よろしくお願いいたします番組では皆さんからのメッセージお待ちしています各コーナーへのお便りメールの宛先はこちらchain@joqr.net chain@joqr.net です。メッセージを紹介した方には番組ステッカーをプレゼントします。はい、番組ツイッターもありますのでぜひフォローしてください。アカウント名は@chain1134です。はい。そしてチェインクロニクルのオフィシャルサイトでは私たちが実際にゲームをプレイしている動画番組チェンクロできるかなも配信中です。そちらもぜひ見てくださいね。ということでこの時間のお相手は井口優香と花澤香菜でした。バイバイ。この番組はセガネットワークスチェインクロニクルの提供でお送りしました。